睡眠導入用雑学。こんばんは。今日もお疲れ様でした。雑学でゆっくりお休みください。布団に入って横になってじっと目を閉じているだけで熟睡した時とほぼ同じ効果が得られる。涙には血液と同じ成分が含まれているため、目を閉じた時に涙が瞳全体に行き渡り、目を閉じることによって眼球が必要としている栄養分や水分を眼球全体に与えることができる。また、人間は目を開けているだけで、無意識に眼球がピント調節を行っているため、目を開けているだけで疲労がたまっていく。そのため、目を閉じるだけで眼球運動を抑制することができ、眼球疲労に絶大な効果が期待され、目を閉じるだけで熟睡した時とほぼ同じ効果が得られる。わかめは髪の毛にいいとされているが、科学的な根拠はない。良い髪を育てるには、タンパク質やビタミン2、ビタミン6が有効で、バランスのいい食事をすることが大切である。生活が偏ると髪の毛が痛み、抜け毛、白髪の原因となる。わかめはヨードやミネラルが豊富で、それらは毛髪の成長にとても重要な物質のため、抜け毛防止や健康的な髪のためにわかめを食べた方がいいと考えられる。しかし、わかめには体にいいさまざまな作用があるが、髪の毛を生やすという科学的な根拠はない。ビッグカメラの社名の由来は、大きいという英語、ビッグと間違えたわけではない。ビッグカメラの社名のスペル、BIC カメラは、BIG のスペルを間違えたわけではなく、狙って BIC と付けたものである。ビッグはインドネシアなどで使われている英語が語源のスラングである。BIC のビッグという単語には、外見だけではなく中身も大きいという意味のほか、偉大なという意味も込められている。ビッグカメラの創業者である新井隆二氏は、インドネシアのバリ島を訪れた際に、現地の子どもたちがこのビッグという単語を使っていたため、この言葉を気に入ったとされている。しかし、本当は現地ではビッグという単語は使われていないため、聞き間違いをしたとも考えられている。舌で感じられる味覚は4種類しかない。1916年に心理学者のヘニングは、人間が感じられる味覚は甘い、酸っぱい、塩辛い、苦いの4種類だけであるという説を提唱した。その他の味は4種類の味が複合されることにより感じている。辛いや渋いといった感覚は、触覚と痛覚により感じるため、味覚には入らない。最近の日本では、甘い、酸っぱい、塩辛い、
苦いのほかに旨味を5種類目として加える傾向がある。炭酸飲料から炭酸ガスが抜けてしまう原因は、ペットボトル内に空気が入り込み、炭酸ガスと入れ替わっているためである。ペットボトルに入っている炭酸ガスは、一度回栓してしまうと、どれだけ固くキャップを閉めたとしても炭酸が抜けてしまう。その理由は、ペットボトルに入っている炭酸ガスが空気と入れ替わってしまうためである。炭酸を長持ちさせる方法はいくつかある。一つ目は、ペットボトルを逆さまにする方法である。ペットボトルを逆さまにして保存しておくことにより、キャップの方に炭酸飲料がたまり、空気が入り込むことや炭酸ガスが抜けていくのを防ぐことができる。二つ目は、キャップをきつく締める方法である。これは、ゆるく締めておくよりは炭酸を長持ちさせることが可能である。そして三つ目は、冷蔵庫に早く入れる方法である。液体に圧縮された二酸化炭素は、度が高くなれば高くなるほど気体になりやすくなるため、冷蔵庫で冷やしておくことにより炭酸ガスが抜けることを防ぐことができるのだ。アロマの香りなどの日本語は間違っている。英語のアロマの日本語訳は、芳香、香り、芸術品などの気品、妙手などの意味がある。アロマという言葉自体に香りという意味があることから、アロマの香りなどの使い方は意味が重複しているため、正確には誤用となる。もともとはギリシャ語で、香草、香辛料という意味があったことから、植物の香りに対して使われる言葉である。しかし、現代ではより広く香り全般を表す言葉として、アロマが用いられることもある。アロマセラピーという言葉は、香りを利用した病気の予防や治療、ストレスの解消、心身のリラクゼーションのことである。カキの食あたりは、カキに付着したノロウイルスが原因である。カキで当たるのは、開封した後に付着した細菌、特にノロウイルスが原因である。ノロウイルスは加熱することで感染を防ぐことができるが、カキは生で食べることが多いため危険である。特に加熱用で販売されているものは、風味を残すために軽い殺菌処理しかしていないこともあるため、絶対に生で食べてはいけない。また、カキなどの二枚貝は、ノロウイルスが混じった海水の中で呼吸を繰り返して、体内にどんどんウイルスを蓄積するため、他の食品に比べてたっぷりとウイルスを抱え込んでいる。そのため、カキの食あたりの際にひどい症状が出るのである。お気をつけください。体育座りは、長時間座るのに不向きであり、今後は廃止すべきという声も出ている。1965年に文部省から学校で用いられる学習指導要領の補足として発行されている集団行動指導の手引きの中に、体育座りが
腰を下ろして休む姿勢として紹介されている。しかし実は学校では体育座りをしなければいけないという規則などは存在しない。文部科学省からも体育の授業などで座り方として体育座りが絶対ではないと発表されている。体育座りは膝を抱え込むことによって内臓が圧迫されたり座骨などに負担がかかる姿勢である。教育の現場では教員や専門家などから子どもの体に負担の少ない座り方を導入すべきという声もあり、今後は体育座りが廃止になる可能性が出てきている。薬用とは、治療ではなく防止・衛生・予防などを目的として販売されている医薬部外品のことである。薬用とは、厚生労働省によって許可されている効果や効能に有効とされている成分が一定の濃度で配合されているもののことである。これは治療を目的とせず、防止・衛生・予防などを目的としたものである。医薬品とは違い、安全性が高いことから病院で処方してもらう必要がないため、一般的なスーパーやドラッグストアで購入することができる。医薬品は治療を目的とした薬であり、使用には副作用などのリスクが伴うため、薬剤師がいないと販売ができない。医薬品には薬剤師がいれば販売可能な一般用医薬品と処方箋が必要となる医療用医薬品がある。浴衣と着物の違いは、素肌で着るか着ないかの違いである。浴衣は着物の一種である。浴衣は生地が薄く裏地がないことに対して、着物には裏地のないものとあるものが存在する。浴衣は昔はお風呂上がりに着るもので、浴衣姿で涼んだ後にそのまま寝てしまうのが一般的であった。そのため浴衣は素肌に着て寝巻きにするもの、着物は寝巻きにせず内側に長襦袢を着るものという違いがある。肩こりには病気が原因で起こるものと病気が原因でないものの2種類ある。肩こりには病気が原因の場合がある。病気が原因で肩こりが発生している場合には、いくら整体に通ってもマッサージをしても安静にしても完治することはない。そのため肩こりの症状が改善されない場合は、病院で検診を受けることが推奨されている。また女性の肩こりについては、ホルモンバランスの乱れが原因ということもある。病気が原因でない場合は、肥満、ストレス、冷え、運動不足、眼球疲労からくるものがほとんどである。根本治療を目指すのであれば、毎日のストレッチとダイエットが有効である。ニコチン依存症とアルコール依存症では、アルコール依存症の方が体に悪いという説がある。喫煙はがんになりやすいというデータもあり、酒よりもタバコの方が怖いんじゃないかと思われている。しかし依存が重度になった時に危険なのは、実はアルコールである。
アルコール依存症は麻薬中毒と同じ薬物依存症の一つである。ニコチン依存症は厚生労働省が完治できる依存症としている。しかしアルコール依存症は一度なってしまうと決して治ることのできない病なのである。帝王切開は実は誤訳だった。帝王切開という言葉については古代ローマのユリウス・カエサルが帝王切開で生まれたことが語源という説があるが、これは俗説である。それはカエサルが活躍した紀元前1世紀頃の医学では帝王切開できたとは考えにくいためである。ドイツ語でカエサルは分離するという意味で、実はユリウス・カエサルという名前についてもユリウス家の分家を意味していた。彼が歴史に名を残した皇帝だったためにカエサルイコール皇帝帝王となり、日本語に当てはまるときに誤って帝王切開と訳してしまった。人間の血管の長さの合計は地球2周半である。人間のすべての血管をつなぎ合わせて1本にするとその長さは10万キロメートルである。これは地球を2周半もする長さである。人体の血管のほとんどの割合を占めるのが毛細血管だ。この毛細血管は体の隅々まで張り巡らされ、体中に酸素や栄養、水分などを運んでいる。またその血管内を流れる血液の速度は心臓から送り出されて戻るまでに25秒から30秒であることから時速200キロ以上となり、新幹線並みのスピードとなるのだ。エスカレーターの片側を開けると言ったマナーは実は危険。日本エレベーター協会によると、そもそもエスカレーターは歩行禁止である。実はエスカレーターは普通の階段よりもずっとつまずきやすく転びやすくなっているのだ。エスカレーターは階段と違って歩行することを想定して作っていないため、通常の階段よりも勾配が急である。ステップの高さについてや奥行きについても階段よりも大きく作られている。また予期せぬトラブルで緊急停止をすることがあり、緊急停止した際には他の人もバランスを崩しているため、他の人も巻き込んで転んでしまうことも考えられる。そのため片側を開けて歩行することは危険なマナーと言える。さらにもともとは駅のエスカレーターの混雑緩和のために呼びかけられたマナーだが、実際には両側に立ち止まって乗った方が効率がいいという検証結果もあるのだ。ガラスは普通にハサミで切ると割れてしまうが、水中で切ると切ることができる。ガラスを水中で切るとケモメカニカル効果が発生する。ガラスは酸素とシリコンが結びつくことにより構成されている物質で、水にはその酸素とシリコンの結びつきを切る効果がある。その効果の名前がケモメカニカル効果である。そのため普通にガラスをハサミで切ろうとするとガラスは割れてしまうが、水中では酸素とシリコンの結びつきが弱くなっているためハサミで切ることができるのだ。
暗記のコツは黙読よりも音読。人間の記憶力は脳を刺激する感覚が多いほど高められる。人間が効果的に暗記して記憶に定着させるためには、脳の感覚をなるべく刺激すること、つまり五感をなるべく使うことが効果的である。そのため、静かに黙読するだけでは視覚以外の五感が使用されておらず、脳への刺激が足りない。音読をすることにより、文字を読むために視覚、自分の声を耳で聞き取るために聴覚が刺激される。このことから、黙読よりも音読する方が効果的な記憶方法なのである。雪かきした雪を捨ててはダメな場所は意外とある。意外と知られてはいない雪を捨ててはいけない場所の筆頭が川である。その理由は、雪を川に捨てると増水して水があふれる可能性があるからである。そのほか、下水道、道路などについては法律で雪を捨ててはいけないことになっている。下水道は詰まる可能性があり、道路は車の通行の妨げになるからである。悪質なケースの場合には、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が発生することもある。定規と物差しは、用途の違いから簡単に区別することができる。定規は直線や曲線などの線をきれいに引くための用途で使われる道具である。一方、物差しは長さを測るための目盛りがつけられており、物の長さを測るためという用途で使われる道具である。定規は線をきれいに引くためのものであるため、目盛りがついていない定規も存在する。このように明確な区別もあるが、定規の意味には物差しという意味もあることから、現在では物差しも含めて定規と呼ぶことが多い。お弁当の仕切りのバランの正式名称は、腎臓波乱。バランについては、もともとはユリ科の植物である波乱の葉を使って料理を仕切っていたことが由来となっている。しかし、本物の波乱を使うと、葉の匂いなどが料理に移ってしまうことから、プラスチック製の波乱が作られるようになった。これを腎臓波乱と名付けた。その後、腎臓波乱は省略されて呼ばれるようになり、濁点の位置も変わってバランとなった。そのため、バランという呼び方は実は略語であり、正式名称は腎臓波乱なのである。胃酸によって胃が消化されない理由は、2つの防御機能があるから。胃液の消化力は強酸であり、ペプシンなどの物質の作用で大抵のものは溶かしてしまうほど強力である。胃には胃液の強力な酸を防御する2つの防御機能が備わっている。1つ目は、胃の粘膜から胃壁を守る粘液が分泌される機能。もう1つが、胃壁から塩酸を中和する物質が分泌される機能である。しかし、ストレスを抱え込んでしまうと、交感神経と副交感神経のバランスが崩れてしまい、防御機能である粘液の分泌量が減ってしまい、胃潰瘍などの病気が発症する可能性が高くなる。
飲酒の適量は、日本酒なら1合、ビールなら中瓶1本が目安である。酒は百薬の長という言葉がある。これは適度に飲酒をすることは薬にも勝るという意味である。しかし、飲みすぎは薬ではなくて毒にもなる。お酒の適量については、日本酒なら1合、ワインならグラス2杯、焼酎なら2分の1合、ビールなら中瓶1本が目安である。飲酒のメリットとして、ストレス発散、体を温めたり、狭心症、心筋梗塞の予防などが挙げられる。路線バス、大型バス、マイクロバスのうち、路線バスだけは定員オーバーにならず、法律違反は起こらない。通勤通学の時間帯は混雑具合がひどく、まさにぎゅうぎゅう詰めの路線バス。路線バスの定員は車種によって違いもあるが、だいたい70人から80人である。路線バスの定員の特徴は、座席数やつり革の数に関係なく定員が定められていることである。大型バスはだいたい50人から60人程度。マイクロバスはバスの中でも最も小型のバスであり、定員は11人から29人と設定されている。路線バスだけは定員オーバーにならず、法律違反は起こらない。なぜなら、実際は50人から60人収容するのが限界で、現実に定員オーバーすることはありえないからである。アルミホイルは、製造過程によって光沢面と曇っている面に分けられるが、基本的には裏表はない。アルミホイルに光沢のある面と少し曇っている面があるのは、アルミホイルの製造過程によって光沢に違いが出るからである。アルミホイルはアルミを薄く伸ばすことによって作られるが、薄く伸ばしていくにも限界があることから、アルミを2枚に重ねて伸ばしている。くっついている2枚のアルミを剥がしたときに、アルミがくっついていた方が曇っている面となり、くっついていなかった方が光沢面となる。この面の性質にはほとんど差はないが、曇っている面の方が食材がくっつきやすく、光沢面の方が熱伝導率が高いとされている。ウコンが二日酔い防止効果がある可能性は低いという説がある。ウコンには春ウコンや秋ウコンがあり、一般的に広く知られているのは秋ウコンである。正式にはターメリックという名前で、カレーを作る時の材料としても使われている。秋ウコンには豊富にクルクミンが含まれている。このクルクミンには二日酔いに対して効能があるとされている。春ウコンに比べると秋ウコンは10倍以上も含まれているため、お酒を飲む人にはこの秋ウコンがいいとされている。しかし、ミネソタ大学の研究チームによると、クルクミンは不安定かつ化学的に反応性が高く、体内に吸収できない化合物であるとの研究結果がある。そのため、ウコンは二日酔い防止効果がある可能性は低いのだ。みかんは、ヘタを下にしておくことにより、傷ませずに長持ちさせることができる。
みかんは収穫後も生きていて呼吸をしている。みかんが傷んでしまう理由には、みかんの保存方法と置き方が関係している。みかんのヘタを上に向けて置いてしまうと、柔らかい部分が下側になってしまい、重さがかかることによってみかんが傷みやすくなってしまうのだ。そのため、ヘタを下にしておくことにより、傷ませずに長持ちさせることができる。ベランダとバルコニーとテラスの言葉の使い分けはかなり曖昧である。ベランダは建物の外側にあり、屋根がついている歩行が可能なスペースのことを指す。一般的な集合住宅についているのがベランダである。バルコニーには屋根がないことが特徴である。一軒家だと屋上に登れるようになっていて、手すりがついていればバルコニーということになる。テラスはマンションなどの1階で屋根のないスペースを指す。また、1階以外でもルーフテラスや屋上テラスという言葉があるように、バルコニーのことをテラスという言葉を使って表記することもある。ベランダ、バルコニー、テラスについて使い分けが非常に曖昧な言葉で、物件情報にはバルコニーと書かれているのに、実際には天井がついていてベランダとなっている場合もある。鯉のぼりはいつからいつまで飾るものなのかは明確に決まっていない。鯉のぼりは一般的には秋分の日を過ぎたあたりからいつ飾ってもいい。また、3月下旬から4月上旬にかけての大安の日に鯉のぼりを飾る人も多い。鯉のぼりを片付ける日は、子供の日の次の日に片付けてしまう人が多く、5月中旬ごろまでには片付ける過程がほとんどである。いつからいつまで飾るものなのかは明確に決まっているわけではないため、休日の穏やかな天候の日に飾ったり片付けるのが一般的だ。コーヒーを飲んで胃腸を悪くする原因は、砂糖の過剰摂取であり、コーヒー自体が原因ではない。巷ではコーヒーを飲みすぎると胃腸が悪くなると言われている。しかし、コーヒー自体に胃腸が悪くなるような成分は一切含まれていないのだ。一日に何杯もコーヒーを飲むと、砂糖も過剰に摂取することになってしまい、その糖分の過剰摂取が胃腸の調子を崩す原因となっている。逆にコーヒーに含まれるカフェインは副交感神経を刺激して血液の流れを良くし疲労回復などの効果があるそうだ。コーヒーを飲むことによりうつ病のリスク軽減やがんの予防にもなると言われている。コーラによって歯や骨が溶けるという噂があるが、この噂は事実である。人間の歯や骨は主にカルシウムやマグネシウムからできており、これらは酸に反応して溶ける性質を持っている。そしてコーラには酸味料が含まれていて、酸性の飲み物であることから歯や骨を溶かしてしまう。コーラに限らず、酸味料などが含まれた酸性の清涼飲料水は、例外なく歯や骨を溶かす性質を持っている。
しかし長時間浸した場合に徐々に溶けていくだけなので、普通にコーラを飲むことで歯や骨が溶けることはない。コーラを飲むと虫歯になるリスクが高まり、虫歯になると歯が溶けてしまうことから、コーラは歯が溶けるというイメージになっている。レントゲン撮影の時に息を止める理由は、肺の収縮を止めて写真がきれいに写るようにするためである。レントゲンで息を吸ってから止める理由については、医師がレントゲン写真を見て診察をしやすくするためである。人間が普段呼吸をしている時には、肺も膨らんで大きくなったり縮んで小さくなったりしているため、呼吸による肺の収縮で画像がぶれてしまわないようにしている。また息を吸ってから止める理由は、肺を大きく膨らませてからレントゲンを取ることによって、肺の血管や気管支などそれぞれの組織などを大きく広げて診察しやすくしているからである。水道水が時々白く濁る理由のほとんどは、水道水に含まれている気泡のせいである。水道管の中に通っている水には圧力がかかっているため、通常よりも空気が水に溶けやすい状態となっている。蛇口をひねると水道水にかかっていた圧力が弱くなるため、空気が細かな泡のようになって水を白く濁らせる。水道水が白く濁っている原因が気泡だった場合は、人体に何の影響もないため飲んでも安全である。水をコップに注いで数分間放置し、水道水が透明に戻れば原因が気泡であるため、飲んでも安全だということがチェックできる。フリーマーケットのフリーは自由ではなく、虫ののみが語源である。フリーマーケットは自由な市場のことだと思われているが、本来はのみの市という意味である。英語のフリーのスペルは FLEA で、虫ののみという意味がある。このフリーには他にも汚れた、みすぼらしいという意味もあり、これは古物などの中古品が持ち込まれたことが由来となっている。なぜのみの市と呼ばれるようになったかについては諸説あり、のみの市には中古品が持ち込まれるため、のみが湧くような古い服が商品として売られていることが語源とする説と、のみの市には人や物がのみのようにどこからともなく湧いてくることを表現しているという説がある。ナンバープレートのひらがなには使われない文字もある。このひらがなは自家用なのか事業用なのかを区別するのに使われるものである。ナンバープレートのひらがなは50音順のすべてが使われているわけではなく、使われていない文字もある。使われていないひらがなは、お、し、へ、んの4文字である。しは縁起が悪い印象。へは汚い印象があるため。んは発音しにくいという理由で、おは他のひらがなのあやむと見間違いが発生するためである。注射を打つ際に
血管内に空気が入ってしまうと死ぬという噂があるが、これは本当である。注射を打った際に血管に空気が入ってしまうと、空気の影響で血管の閉塞が起こる空気塞栓という状態になる。空気塞栓になってしまうと、血圧低下や胸痛、頻脈などの症状が起こるようになり、体内に入ってしまった空気の量によっては、最悪の場合は死に至る。医学的根拠に基づいた結果から言うと、20ミリリットルが致死量とされている。しかし、20ミリリットルもの空気が注射器に入り込むことは、意図的でなければまずありえないため、あまり心配はいらないようだ。キスアレルギーというアレルギーが存在する。アレルギー症状が発症する原因は、異物アレルゲンが入ってくることによる免疫の過剰反応を指す。愛しい恋人とキスをしたらじんましんが出たという例があるが、実はこれはキスをする直前に食べたものが原因であった。これはキスアレルギーと言われ、これが原因で亡くなってしまった例もあるのだ。風邪をひいたときにおすすめの食べ物は、魚介類と納豆だそうだ。風邪をひいたとき、食べ方によっては食べても意味がなかったり、逆に体に負担を与えるものもある。風邪のときの鉄板であるおかゆ。これは実は、風邪を積極的に治すという意味ではあまり意味がない。おかゆに梅などを入れて食べると、体から出ていった水分や塩分を補給することにはなるが、風邪を治すために必要な免疫力の向上にはつながらない。おかゆの場合は卵がゆがいい。卵は栄養価が高く、風邪を治すための免疫力の向上に効果があるためである。実は白米に魚介類と納豆が栄養価も高く消化にも良い。風邪の際には最適な食べ物なのだ。気になる相手が椅子に浅く座っている場合は脈なしのサインである。気になる女性から自分がどう思われているかについて、実は会話をするだけで簡単に判断することができる。相手があなたのことを警戒していて、気を許していない場合には、椅子に浅く座っていることが多いそうだ。これはいつでもその場を立ち去れるようにする心理状態が行動に現れているためである。相手に興味があったり、好意を抱いている場合には、つま先があなたの方向へ向いていて身を乗り出している。逆に、顔がこちらの方を向いていても、足の向きがこちらを向いていなかった場合は、心を開いていない可能性がある。ビストロと呼ばれる飲食店は、おしゃれな響きではあるが、大衆的なお店のことを指す。ビストロはフランス語が由来で、小さな料理屋という意味である。ビストロとは日本語でいうところの小料理や居酒屋であるため、むしろ大衆的なお店と言える。高級なレストランなどと比べても、ずっとカジュアルで、ドレスコードやマナーにも厳しくなく、気軽にお酒や料理が楽しめるのが特徴である。また、バルは南ヨーロッパを中心に見かける軽食やお酒、
またはコーヒーなどが楽しめるお店であり、リストランテはビストロ・バルに比べると高級なお店であることが多い。桜の葉には毒がある。桜の葉にはクマリンという毒性のある成分が含まれており、桜の葉が散ると地面に毒をまき散らして他の植物の成長を阻害する。そのため桜の木の周辺にはそこまで雑草などが育たない。しかし、あまりにも強力な毒ではないことから、桜餅に巻いて食べる程度では食中毒を起こさない。むしろ、抗菌性もあることから、他の雑菌などから体を守ってくれる成分でもある。中国では、出された料理をあえて少しだけ残すというマナーがある。日本では出された料理を残すことはマナー違反になるが、中国の食事マナーにはあえて料理を少しだけ残すというものがある。このマナーにはたくさん料理をいただいてありがとうございましたという意味が込められている。そのため、料理を食べきってしまうと、もてなした側に足りませんでしたと言っているようなものである。他にも中国では、茶碗以外の皿を持ち上げてはいけない。招待した人よりも先に到着してはいけない。目上の人から食べ始める。食事中は楽しい話題を話すなどのマナーがある。創造物に対する憧れと恐れが入り混じった複雑な感情のことをフランケンシュタイン症候群という。人間はロボットや人造人間、 AI 技術といったものを創造するのに憧れる反面、それらに対して恐れを抱いている。このような創造物に対する憧れと恐れが入り混じった複雑な感情のことをフランケンシュタイン症候群と呼んでいる。フランケンシュタイン症候群は別名フランケンシュタインコンプレックスとも呼ばれる。映画ターミネーターについては、まさにフランケンシュタイン症候群がテーマの作品となっている。高齢者がシルバーと呼ばれるようになったのは、敬老の日に国鉄で優先席を設けた際に座席の色がシルバーだったから。高齢者といえば白髪が生えているイメージからシルバーという言葉が使われていると思われがちだが、実は全く関係ない。英語のシルバーにも老人という意味は含まれていない。実はシルバーという言葉は和製英語であり、日本でたまたま使われるようになったものが偶然にも浸透して普及していっただけである。1973年9月15日の敬老の日に、今の JR である国鉄で優先席を設けた際、優先席の座席の色がシルバーだったことが由来で、高齢者がシルバーという意味となっていった。透明な氷を作るには、ゆっくりと時間をかけて凍らせるといい。家庭用の冷凍庫で作られた氷は、なぜか白く濁ってしまい、無色透明な氷にはならない。
氷の中心だけが白く濁るのは、水に含まれている不純物と水の融点が違うからである。透明な氷を作る方法は、ゆっくりと時間をかけて水を凍らせていけばいい。水を冷凍庫に入れると急激に凍ってしまうため、まずはチルド室などに入れて、水の温度を0度近くまで下げた後、冷凍庫に移すことによって氷を透明に作ることができる。卵には善玉コレステロールを増やす成分が入っている。卵は栄養満点だが、コレステロール値が高いからたくさん食べてはいけないと言われている。実は卵には悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やす成分が入っている。なので、卵を食べることとコレステロール値の増加には関連性がないことも、厚生労働省の研究ではっきりしているのだ。逆に、1日で1個から2個の卵は食べた方がいいと推奨までされている。相手と仲良くなるには、ミラーリングが効果的である。人間は自分と共通点が多い人間に興味や好意を持つ傾向がある。この傾向を利用して、まずは相手に、この人は自分と共通点や似ている部分があって気が合いそうと思わせることが効果的。相手との共通点を見つけ出そうとしても見つけられなかった場合は、このミラーリングという技術を利用することで相手との距離感を縮めることができるのだ。ミラーリングとは、相手の行動や仕草を自然に真似することである。ただし、真似ていることがバレてしまった場合は逆効果となるため注意が必要だ。ミラーリングについてはあくまでもさりげなく行う必要がある。花粉が服に付着する原因は静電気である。花粉症の症状がある人は綿素材のサラサラの服を着ると良いそうだ。なぜなら、花粉の付着の原因は静電気であり、綿は花粉が付着しにくい、静電気が発生しづらい素材になっているからである。他にも花粉対策でおすすめなのが、静電気の発生を防ぐ花粉付着防止スプレー、花粉を 99% カットするマスクなどである。また、帰宅時に粘着テープで服を掃除するのもおすすめだそう。おいしい回転寿司屋を見分けるポイントは、あら汁を出しているかどうかである。これは、魚のあら汁があるということは、そのお店できちんと魚をさばいている証拠になるためである。さらに、通常の回転寿司屋には見かけないメニュー、その中でもホッケを取り扱っているお店などは、仕入れに力を入れていると言ってよい。猫カフェや犬カフェなどさまざまなカフェがあるが、ハムスターカフェは存在しない。メジャーなカフェは、猫カフェや犬カフェ、うさぎカフェである。マイナーなカフェには、鳥カフェ、爬虫類カフェ、フクロウカフェ、ハリネズミカフェ、ペンギンバー、ヤギカフェ、カメカフェ、金魚カフェなんてものもある。
ただ意外にもハムスターカフェは存在しない。これはハムスターは警戒心が強く、人間に触られ続けることがストレスとなってしまうことと、寿命の関係でもお店を運営するのが難しいからではないかと言われる。花見はもともとは桜ではなく、梅を鑑賞する行事だった。花見のルーツを遡っていくと、その由来は1000年以上前に奈良時代から存在していた。日本の花見は奈良時代に貴族の間で行われていた梅を鑑賞する行事が由来で誕生している。もともとは桜ではなく梅の花を鑑賞する行事だった。平安時代になると桜の花を見る行事となり、鎌倉時代、室町時代には武士階級でも楽しまれるようになり、江戸時代には庶民にも普及した。もともとは神様への豊作を願う意味合いで行われていた神事だった。電車に乗ってうとうとしても倒れないのは三半規管のおかげである。電車に乗っている人で電車に揺られてうとうとしながらそのまま倒れ込んでしまう人は見たことがない。その理由は三半規管に関係がある。三半規管は体の平衡感覚を保つための器官であり、普段から意識をしなくても平衡感覚を保っていられるのも三半規管のおかげである。電車で居眠りをしても倒れない理由は三半規管が自動的に働いているからである。また電車の居眠りで倒れそうになる理由は筋肉が弛緩し頭を支えきれなくなるためと、電車の加速停止による影響である。鼻呼吸は無意識に数時間おきに空気の通る穴が切り替わっている。鼻呼吸はほとんどの人が片方でしかできず、数時間おきに無意識に空気の通る鼻の穴が切り替わっている。これは交代性自閉という現象で、数時間おきに鼻の奥にある鼻甲介と呼ばれる場所が膨張しているためである。片方の鼻の穴で呼吸をすることによって気管に大量の空気が入り込むことを防いでいると考えられている。また、鼻の穴の空気の流れを左右で変えることにより、匂いを感じやすくするとも考えられている。宅急便は、ヤマト運輸が商標登録をしているため、他社が宅急便の名前を使ったサービスを提供することはできない。宅急便は宅配便の一種であり、ただ呼び方が違うだけである。宅急便という呼び方は、ヤマト運輸が宅急便を商標登録しているのだ。他社は宅配便のことを宅急便と表記することが許されていない。あくまで業界全体で行われている郵送便サービスは宅配便で、その中でヤマト運輸が行っているサービスが宅急便である。ちなみに魔女の宅急便はスタジオジブリとヤマト運輸の間で話し合いが行われ、ヤマト運輸にスポンサーとなってもらうことで許可をもらい公開された映画である。
最後まで聞いてくださりありがとうございました。明日も皆さんにとって素敵な日となりますように。ゆっくりお休みください。